はい、ここはどこだ。沖縄に来ました。おいや、ついに来ました。手探れ旅もの初の一泊二日沖縄旅行。あったびよ。今回もアニメの世界から飛び出し、念願の沖縄を思いっきり楽しんじゃうはずが、なんと季節外れの大型台風接近中。みんなでシュノーケリングを楽しむはずが、海はもちろん遊泳禁止。マツエクしたんだよ私は。マツエクしたのに。一体どうなる沖縄旅行。でも沖縄限定のハンバーガーを食べたり、シーサーに色を塗ったりと、なんだかんだで沖縄を満喫。俺、お前といる時が一番安心する。残る2日目も思いっきり楽しむつもりが、なぜか五反田に。夢の五反田、ここに来たかったんだ。スペシャルゲストも参加して、手探り部のトークは大盛り上がり。もちろんおなじみの大喜利コーナーや手探りカード川柳もポロリする。沖縄と五反田を巡る何が起こるかわからない手探り部の旅を今回もお見逃しなく。手探れ部活もの番外編、手探れ旅ものその3。